ただいま皆様のご承認をいただきまして、誠にありがとうございます。確かに日数は月数は本当に迫ってまいりました。あっという間だと私は思います。おそらくや4月ということになりますれば、年末も正月も花見もなしと、こういうことでないと称賛はないと私は思っております。私も実質7ヶ月朝から夜まで毎日7ヶ月間選挙というものを体験いたしました。それでも有権者の全員の方にお会いできないぐらい大変なことだと私は思います。そういう意味で今日お集まりの皆様方の輪をいろいろな形の中で拡大していただいて、来年は山根さんお会いになって16万以上の栃木県の本当にもうリーダー格の市になっていくわけでありますから、その市を内容など充実したものにしていきますように、それは皆様方の力だと思っておりますので、ぜひこの輪をできるだけ多くの方に地域地域に戻って拡大していただいて、ぜひ最終目標を達成できますように今後ともよろしくお願いいたします。